この特別な空間ですよね、はい、僕らはもう黙って見てるのが一番いいんじゃないかと思うんです。はい、井上光さん、はい、どう感じてるんですか、どう満喫してるんですか。もうこのプロレスという描けるアートですよね、はい、今この日本武道館に本当にね、さまざまな色、そしてね、いろんな感情がね、それぞれのね、9500人超満員札止めのお客さんの中にね、あると思いますね。初ホームですね。そうですね、この中村慎之介とグレートムタは初遭遇、どんなね、ことになるのか。グラウンド、アームロック、松木さん、雰囲気どうですか。鳥肌がすごいです今。収まりませんよね。はい、皆様からのコメントもあります。神様や、マジ興奮、オーラやべ、イヤオイヤオイヤオ。左手前方回転、足首のあたりをすくってきます。井上さん、はい、まずありえないことという戦い、俊介は日本では2019年6月以来の戦い、WWE のスーパースターたちに話したら信じてくれなかったそうですね。そうですね、まず WWE が他団体に選手を貸し出すというのは非常に異例なことでありますからね。しかもこのコロナ禍でなかなか WWE 自体が海外に行けない時ですからね。世界観の試合というふうに慎介は評しましたね。そうですね、もうこの入場を見れば分かると思うんですけども、はい、何か違う次元のものを、立ち上がり、セックスと、そして微笑み、目の真ん中、一番奥は笑っていないようにも見えます、慎介中村、2002年デビュー。手拍子の質が、加藤さん、違うんですよね、皆さんも。いやもう、これでね、本当に、もう、やっぱ声が漏れちゃいますよね。もうどうしてもグッとこらえなきゃいけないところなんでしょうけど、はい、これは酷ですよ。黒と赤、おーおーおー、うわ、まただ。世界観のぶつかり合いですね。これはそうですね、魔界で試合をするようなそんな気持ちと慎介選手は語りました。もう今それがどういうフィールドなのか、ドーリング下こうしていくつか探るような動きがあります。また中村選手も外に出ましたよ。これ慎介も行きましたね。慎介が来る、追う追う、お追いつく、追いついての一撃です。顔面かきむしるのはムタの方。2人は同じような色合いに見えます。鉄柵へ、こういう日本の鉄柵に叩きつけられるのも慎介選手久しぶりなんじゃないですかね。そうですね、これ放送用の機材のコードですね。コードでこうして首を締め上げていきます。ムタです。ムタは1989年4月2日現世に出現しました。そしてライガーさん、やっぱりということになりますかね、こうした攻撃は。ムタはもう僕ということの気持ちに関係なくムタですからね。そうですね、ムタの世界の流れ、彼は試合をしてますので。ライガーさんはムタとの戦いであの覚醒だったり、マディソンスクエアガーデンでも相まみえていますからね。はい、まあとにかく彼の世界観ですよね。最高の日、波打つ右先、そして全体肉体です、研ぎ澄まされています。波のレスラーならムタに食われます。慎介中村選手だから試合ができている、言っても過言ではないと思います。まず成立するかしないかなんですね。はい、ライガーさん、歴史をたどればそういう戦いってたくさんありましたもんね。そうですね、レフレガーだったり、ハルコーガーだったり、エルレイザーズとの戦い、いやー、噛みついています。1994年には井上さん、アントニオ猪木さんとの戦いもありましたもんね。そうですね、あのアントニオ猪木の世界観すらも超越したのがこのグレートムタという存在ですからね。はい、
そういう意味だとこのグレートムタもね、中村俊輔の世界観でね超越してほしいなというのと、はい、この2人の世界観がどうやって融合するのかなというのも楽しみな部分もありまして、非常にねこの言葉じゃ語り尽くせないこの期待感というのがありますよね。タケル選手、はい、融合かとぶつかり合いかと、これどっちに見えてるんですか。いやもうこれはもう無駄の世界なんで、はい、もうなんか別なものかなっていう風に感じますね。僕もちっちゃい頃からもう、はい、あんな慎介選手がアイドルって言ってましたけど、僕のアイドルもグレートムタだったんで、はい、本当これ目の前で見れてることが本当に嬉しいですね。すごく前そして躍動するのが俊介という声とともにニードロップです。俊介はこうも語りました。見えない何かに押されているかのようだと。見えない何か天からでしょうか。井上さん攻防としてはどうですか。そうですね、中村選手が必死に抗ってるんですけども、このムタのやられてる時っていうのが一番怖いんですよね。何を考えてるかわからないから。お プロレスリングノアで現代日本武道館で限りまくり揺れます、震えます。グレートムタの終わりを彩ると語った慎介です。噛みついている。そして旋回する。さらにアキレスのあたり切り取ってみせようというグレートムタです。さあこの戦い午後8時を超える場合は格闘2チャンネルで最後まで放送いたします。午後8時を間もなく9分半ほどで超えます。格闘2チャンネルで最後まで放送いたします。ぜひ続いてご覧ください。手拍子巻き起こってきます。松木さんが祈るように言ってましたね。初めて見るの、格闘すぎて言葉が何も出てこなくて涙ぐんで、すいません。俊介は膝、井上さんやっぱりあの膝ですかね。ムタはドラゴンスクリューとテイクドロップ聞くと非常にねやっぱクレバーですよね。また足殺し、足を文字固め。中村選手が攻めるとムタがしっかりとね、はい、自分の世界観に引き戻すっていうね、この世界観と世界観をこう、はい、お互いね主導権をこう手繰り寄せ合っているという戦いですよね。ライカー選手本当にそういうところ興味深いんですね。これ行動、そうですね、ムタ選手のその世界観をいかに引きずり出すかっていうのがやっぱり慎介中村選手の腕の見せ所ってあると思うんですけどね。はい、いや引っ張り出すのは大変ですよ。先ほど言われたみたいに猪木さんでさえねこのムタの世界を壊すことはできませんでしたからね。全く極楽というよりもこの魔界全体ですもんね。この会場日本武道館がそうです。もう続かれてます。僕らもヘドスラグレートムタに洗脳されてますからね今。住人ですね。ここは動きづらい。回転すれば慎介です。慎介中村がなんかこう若手選手の時ぐらいもがいてるような感じしますよね。あの WWE のスーパースターがムタを前に本当にこう1位若手選手とかヤングライオンに戻ったかのようなちょっとこう苦悶の表情を浮かべてますよね。これ世界の皆さんがこの戦い見たらどんな感想を持つかですね。うわー膝きた、飛び込んできた。ムタの攻め、ドラゴンスクリーンで魔界への紹介、狙う先行走るか。ちょっと視界の外からという角度、パスだ、先行よりまだか、右の手を左回って返すのは俊介も同じこと。でもダメージ相当あります。奇跡と何度も言うと安くなる、そんな風に俊介は語りました。その上の表現、欲しい戦い、先に立ち上がった俊介、打撃はかかと落とし、さらにもう一発。井上さん見えないところからですからね。そうですね、中村選手も本当にね自分の全てですよね、本当にさらけ出してますよね。
一番楽しみなのは自分だと信じて。ロープの外に足。そう、ジャーマンスープリックスの要領。スライディングして決めましたね。ライガーさん、はい、びっくりですね、こういう展開も。いやー、今のところ来ますよね。ちょっと武田選手、はい、もう一発狙わないと、この流れはシンスケのままですね。セカンドロープです。ここから飛んだ。井上さんもキッシャサの要領で、そうですね、ぶち込んでいきましたね。膝をぶち当ててきましたね。勝負にいってんじゃないですか、これ。中村選手は最高の段階へ。お、うわー、でかっこいい。それ以外ない。終わりだ。うわー、うわー、歌にはこれがあった。これ WWE に怒られないですか、これ大丈夫ですか。大変、目は見えない。いやー、これまさかスーパースターがこんな時に全面で浴びた。浴びた。あー、引きちぎってる。ライガーさん、はい、牙を向きましたね、本格的に。そうですね、あれだけ一生懸命攻めたのは新助中村選手ゼロですからね。もうムタワールドですからね。これがムタの怖さです。前回誰のための目白くだ、これは。ファン、もうプロレスがもうムタワールドですからね。ムタに攻められましたね、今のドッキリで。またさらにそこに拍車をかけるような噛みつき。いや、中村選手大丈夫ですか、これ。牙を突き立てられました。何か探してますよ、武田選手。見てますね。見た。一流のその武器はあるか。矛先はどこなんだ。椅子？あ、あ、椅子がある。椅子がある。椅子で組みた横。右の横のあたり一線です。いや、これ中村選手マウスピースも落としてしまいましたからね。もう。ちょっと。ああ。仕方ない、同僚だ。これ振りに手出すのはまずい。ライガーさん、もうこれで正規の一戦終わってしまう可能性ありますからね。怖いんですよ、レフリーの後判断ですからね。大丈夫か、レフリー。リングインしています。いやー、うわわわわわ、まだまだ少ない。この椅子にロックスターが、アーティストが、キングオブストロングスタイルが方向。出るか。リバードストロング。4発。弓引きナックルパートですか、これは。奥に引いた。ストロングスタイル。キングオブストロングスタイルの象徴。小林さん、これ見えない。力。何かの正体。アントニオ猪木さんですかね。手震える。上半身あらわ。この人はボディへの膝。これもあの MMA の戦いをも思い出させるような一撃です。シンスケボディへの攻撃。ライガーさん、盛り返しましたね、シンスケ。そうですね、ちょっと変な風に火がついてるかもしれないですね。ちょっと怖いシンスケ、中村が出てきそうな気がして。これも覚醒、またもう一つの段階だと思います。シンスケ中村であってもまだ上がある。さあ、午後8時をまもなく超えます。8時を超えた場合、格闘技チャンネルで最後まで放送いたします。こちらぜひ引き続きご覧ください。中村選手が新手のペイントレスラーというか、魔界へ誘われて新しい新助中村になってますよ、これ。開きましたかね、完全に。その第6回。これも無駄の必殺技。長い花道を使ってラリアットですよね。無駄に食らわせましたね。はい、武田がよくやってた技ですね、東京ドームで。射程圏内ですね。中村選手の中にあるアイドル武田が出てきましたね、これ。目前の武田がいる。
武尊選手、はい、ちょっと現象が様々起きてますよね。そうですね、もう本当見入っちゃいますね。画面、おお、できた、飛びつき式嬉しすぎ、逆十字が食べ、大川さん、いかがですか。いや、いいですよ、決まってますよ。もう少し新中村選手の腰を上に上げれば、はい、天井に腰を突き上げるように上げれば決まっちゃいますね。天井、山の上のさらに空の場所まで新助の戦い、ムタを振り落としてその首掲げるか。あ、でも加藤さん、こうしてじわりじわりと来るのがムタでもありますね。ここで、ここで、フロアに、Oh, he's completely covered in it. Somehow he managed to recover from the red poison mist. Now the black poison mist. How does one survive this? China Wizard! In with the cover! And Ray Muta here in the middle can! Shoulder up on the two count from Shinsuke Nakamura. Just a fraction away. Nakamura looking spent. The great Muta. Still plenty left in the tank. Still plenty of mist left from the demon world. That's what's changed the fortunes of this contest. On both occasions he's hit that mist. He's regained control. Shiner Wizard from the back now drops him face down. Shinsuke still alive somehow. Muta looking to switch rounds. Oh, he there gets caught, yeah, with his Kinshasa! Great Muta is down. Has he done enough? Has he knocked him out? Not the still life in the eyes of the otherworldly beast. Kinshasa, part of the legacy, Antonio Inoki. He's looking to finish it this time. Gets stopped. Oh, bite in the face of the Great Muta now, Shinsuke Nakamura. Is he trying to take the poison mist from Great Muta? He is. Back at him. He is. And he does it. The Great Poison Mist gets returned. Genius. Kinshasa. Shinsuke Nakamura.